写真拡大。母がダートで3勝を挙げたジャドールのジュブゼーム、オス、ミホ、小島茂之厩舎、父ロードカナロアが上々の仕上がりを披露する。17日にミホ、坂地で最終追い切りが行われ55秒1から13秒8と馬なりで余力10分に、と坂した。9日には W コースで3歳1勝クラスを相手に、ヘイイリと水準以上の動きを見せている。矢野助手は、大型馬でもさもさするところはあるけど動き出せば気にならない。しっかり乗り込んでいるし、1400から1600メートルぐらいがいいのでは。走り自体はダートが良さそうですねと評価する。厩舎に所属した母も半兄のデピュティプライムも小島厩舎が管理したゆかりの血統。新馬勝ちした2頭に続けるか。